私の名前は山瀬すずです。私は大学を卒業してから株式会社パニバニに就職して3年目の OL です。あー、やっと昼休みだ。すず、お昼はどうするの？そうね、今日は駅前まで行ってみるのはどうかな。気になるカレー屋さんを見つけたんだ。それは行ってみないとね。でしょ？じゃあ早速行こう。いしし。この元気な女性は同僚のパニコ。私と同期入社の女性社員で同じ課に配属になったことから一気に仲良くなりました。ちょっと二人ともどこに行くのよ。ランチに行こうかと思いまして。あっそ、いいわね。あなたたちは会社でもそれほど重要なポジションにいるわけじゃないからね。この嫌味を言ってきた女性は私とパニコの上司である山本由美さん。私たちの上司で係長です。由美さんはちょっと、いや、かなりヤバいってみんなの間で噂になるほどの人なの。あなたたちね、どうせ職場じゃろくな仕事ができないんだからさ、ランチに行く際にも私を誘って仕事のイロハを聞くのが重要だと思わないの？はあ。それでランチはどこに食べに行くのよ？駅前のカレー屋さんですけど。じゃあ先に行って私の席を確保しておいて。え？返事は？はい。そう言うと由美さんはカレーパンのようにパンパンになった化粧ポーチを持って席を立ちました。どうやら外にランチに行く前にさらに厚塗りの化粧を直すんでしょうね。それから私とパニコは肩を落としながらカレー屋さんに向かいました。カレー屋さんに着くと予想以上の混み具合。あー、やっぱり混んでるな。席を取ってろって無理でしょ。あ、いいこと思いついた。何？ここのカレー屋さんテイクアウトできるからテイクアウトすればいいんじゃない？なるほどね。そうすればユミさんの席も取らなくていいしね。私メニューを聞いてみるよ。私はこれは完全に問題を突破したと思っていましたが、会社に戻るとユミさんは今から向かおうとしていたのでしょう。化粧直しもバッチリ終わった顔して戻ってきた私たちを見てポカンとしていました。でもね、すぐに我に返って怒鳴ってきました。どうして戻ってきてんのよ。私が今ちょうど行こうと思ってたのに。すっごい混んでて。それでテイクアウトにしたんですってことでカレーを買ってきました。あっそ、そういうこと。じゃあそこに置いといて。はい、わかりました。それでですね、お代が600。開いたらさっさとどっか行ってよ。はい。聞こえなかった？さっさと自分のデスクに戻って。ちょっと待ってください。カレー代は650円なんですけど。ああ、なんで私がお金を払わないといけないのよ。カレーはお店の雰囲気があるから初めてお金を出すんでしょ。テイクアウトだったら意味ないじゃないの。それにいつもお世話になってるんだから別にいいでしょ。ちょっと待ってください。それとこれとは。黙れ、私は係長なのよ。由美さんはそう言うと野獣のようにカレーを食べ始めました。由美さんがお金を払わないことは今回だけではなく、実は以前も何度かありました。由美さん、後輩に支払いをさせて払わないんです。それから何度か催促をしましたが、カレーの代金が私たちに支払われることはありませんでした。それから1週間後、また事件が起きたのです。あれ、ここってパニコ、どうかしたの？いや、請求書のここの内容だけど請求先が違う会社になってるんだよね。ああ、ほんとだね。え、確かその請求書って。そうです、その請求書を作成したのはユミさん。まあ間違いは誰にでもあることですが、その後とんでもない事件が起きたのでした。二人とも何を話してるの？いや、この請求書ですが。ああ、私が作成したものだけど最速で書き上げたの。これが係長の実力よ。あなたたちみたいな平社員じゃできないわよね。すみません、お言葉ですが。何よ。請求書の会社が違っていて。え、ちょ、嘘、そんなわけ。え、あ、やば、
しまった。私の話を聞いてユミさんの顔が一気に青ざめていきました。するとパニコがここで鋭いツッコミ。この請求書は取引先に送っているのでしょうか。その送ったんですか送ってないんですか、はっきりしてください。あ、送ってるわ。大変、私至急連絡します。今回は、私のミスよ。だから、私が部長に連絡してくるわ。そういうなり、ダッシュで部長の元に走っていったユミさん。さすがにこの一件に関しては、自分の間違いを認めたかに思いました。しかし、話を聞いた部長が、私たちのデスクにやってきて、なんと信じられないことを言い出したのです。パニコ君、君は一体何をやってるんだ？え？私が何か？言い訳するな！はい？山本係長から君が請求先を間違えていたと連絡を受けたぞ。部長それは？するとここで私の話を遮るようにユミさんが割り込んできました。部長すみません、私の指導不足です。次からはないように厳しく指導しますので。ちょっと待ってください、話を聞いて。はい、今回は山本係長に免じて許してやろう。次から気をつけろ。部長、待ってください。部長はそう言うと足早に去っていきました。私とパニコが呆然としていると、ユミさんがとんでもないことを言い出したのです。まあ仕方ないでしょ、部下は私のために犠牲になるものだから。はい、こんな思いをしたくなかったらミスをしっかり確認することね。信じられない。あろうことかユミさんは立場を利用してミスをパニコになすりつけたの。でもね、これだけでは終わりませんでした。それから1ヶ月後に今度は私が犠牲になることになったのです。それは私が些細なことから取引先を獲得したことから始まりました。ズズーやったじゃん。え？たまたまだよ。そんなことない、スズの頑張りが実を結んだのよ。パニコありがとう。しかし私たちのデスクにやってきた部長、今回ばかりは褒められるかと思いきや予想外のことを言い出したのです。君たちも山本係長みたいな優秀な上司の下で働けてよかったな。はい、そうですね。些細のことから取引先を獲得してくれた山本係長は本当に優秀な社員だな。取引先を獲得って、それは私が？するとここでまたユミさんが話に割り込み。部長ったら、もう褒めすぎです。いやー、あっぱれな仕事ぶりだ。取引先と最後まで交渉したのはユミさんじゃない？部長、私これからも頑張りますね。頑張ってくれたまえ。そう言い残し部長は足早に去っていきました。するとユミさんはこちらを見てにやりと笑ったかと思ったら、私たちに悪魔の一言を放ったんです。あー、よかった。部下ってたまには役に立つのね。その調子で私を出世させてね。ぶっちー、もちろん私たち二人はブチギレ。ユミさんがその後ああでもないこうでもないと何やら自慢やらマウントやらをぐだぐだ話してきましたが、無視ぶっこいてやりましたよ。その日、私とパニコは会社の業務が終わるとすぐに居酒屋に直行。あの野郎、ほんと部下を何だと思ってんのかしら。スズ、私は決めたよ。私の情報網を駆使して山本由美のことを調べ上げてやる。確かにこのままだといろいろ問題が起きそうな気がするしね。その日は散々口を吐いて、さらにパニコとユミさんをギャフンと言わせる作戦も考え始めたんです。それから3ヶ月間、私たちはユミさんに対して細心の注意を払い仕事をしました。もちろん復讐の機会もしっかりと伺いながらね。すると、とあることがきっかけで私たちの復讐計画の火蓋が切られたの。そのあることとは。スズ、明日は有休だけど何かするの？うん、彼氏が誕生日だから一緒にうなぎ食べに行くんだ。いいな、私もうなぎ大好き。
今度一緒に行こうね。この何の気なしの昼休みの会話を一番聞かれたくない人物に聞かれてしまっていたの。昼休みの後、由美さんがいきなり私に話しかけてきました。山瀬さん、ちょっといいかしら。はい。明日あなた有休ね。そうですけど。それで予定は？まだ未定で。上司の前で嘘は良くないわね。明日は彼氏とうなぎを食べに行くんでしょ？はい、まあ、でもどうしてそれを？それはね、耳に壁あり目に障子ありだからよ。ユミさん、それを言うなら壁に耳あり障子に目ありですよ。うるさい、いちいち訂正するな。ユミさんはパニコに突っ込まれて真っ赤になっていましたが、この後とんでもないことを言い出したのです。それなら私も行くわ。え、はい、ユミさんも一緒に来られるんですか？そうよ、何か不都合でもあるのかしら。お言葉ですが、ユミさんは明日出勤でしたよね。休みにすればいいじゃないのよ。しかし常識的に考えると人道を外れた行為ですけど。うるさい、上司が部下の身の上を調査する方が優先なの。そんな人の恋路を邪魔するやつは馬に蹴られてなんとやらってことわざもありますが。うるさい、余計なこと言わないで。自分勝手すぎると思いますが、本当に鈴たちにくっついていくんですね。こうして山本係長もうなぎ屋に来ることになっちゃったんです。まあね、これが復讐計画の始まりになったってことなんですがね。この非常識極まりない無能上司がこの後どうなったか、とくとご覧ください。翌日になり、私は重たい気持ちのままうなぎ屋に向かいました。昨日の出来事は彼氏である多田正氏に連絡済み。正氏も私の事情を汲み取り、心よく承諾してくれました。ここが有名なうなぎ屋さんね。いい匂い。あなたいい彼氏を持ったわね。あはは。正氏くん、おすすめってどれなの？そうですね、うな重の特上なんかどうですか？じゃあ私それ。鈴はどうするの？私も同じで、あと肝水も。私は内心熱いお茶をこの常識外れの勘違い女にぶっかけてやりたかったのですが、まあ我慢我慢と。運ばれてきたうな重をユミさんは野獣のようにガツガツ食べ、あっという間に完食。あー美味しかった。山本さん、ずいぶん早かったんですね。本当あっという間だわ。あーでもちょっと物足りないかな。その肝水美味しそうね。私も頼めばよかった。我慢できない、やっぱ一口だけちょうだい。そう言ったかと思ったら肝水をごくごくと一気飲み。さらに私のまだ食べかけのうな重をじろり。なんですか？あら、お腹いっぱいで持て余しちゃってるのね。いや、違う。じゃ、手伝ってあげようか。一口ちょうだい。やめてください。ケチケチするなよ。食べきれない分、食べてやろうとしてあげてんだからさ。そう言うと、私のうな重を横取りして、あっという間にペロリと残りを食べちゃったんです。もう、まさしもポカン。野獣のように食べきったユミさんは、満足そうに言いました。あー美味しかった。信じられない、何なのこの女。でもね、まだまだこの女のズーズーしさには続きがあったの。さてと、そろそろお会計しようか。うん。しまった。どうかされました？財布を会社に忘れてきたの。ごめんね、明日返すから今日は立て替えておいてくれない？え、なんとお会計になりいきなり財布がない発言。いますよね、こういうやつ。これにはさすがね、私もイラッとして、このままこいつを放置して帰ろうと思いましたが。わかりました、この場は僕が払っておきますので、明日彼女にお金を渡してくださいね。私は怒りが最高潮に達しましたが、正氏が冷静な対応を取ったの。だから私も何も言わずに正氏に従いました。
うん、もちろんよ。いい彼氏ね。ごちそうさま。翌日になり、私が会社に出勤すると、いきなりこんなことを同僚に言われました。昨日すっごい高級なうな重、先輩におごってもらったんでしょ？え？するとパニコがすぐに私を呼んで教えてくれたんです。すず、ちょっとこっち来て。え？すず、確認だけど、昨日のうなぎ屋さん、ユミさんお金払った？ううん、お財布忘れたって。マサシが払ったの。やっぱり。でもね、ユミさんたら昨日は私がおごったって社内で吹聴してるの。へえ。私の分まで食べておいて1円すら払ってないくせに私たちにおごってやっただと？ふざけんな。私が憤慨しているとパニコがこう言いました。けどこれで証拠はバッチリね。あの女は奈落の底へ行ってもらうわ。この日のために私たちは我慢を重ねながら着実に情報を集めていたのよ。そうよね。うん、やるっけないよね。もちろんよ。これを見て。あー、すごい。はっきり写ってる。パニコから見せられた動画は私の想像をはるかに超えるクオリティでした。それでいつ作戦を実行するの？明日よ。明日は新しい取引先との打ち合わせで、係長のユミさん、部長、社長が出席することになってるからね。やつを締めるには一番よ。いしし。それからあのグルの部長もね。うんうん、楽しみね。明日マサシさんのスタンバイも OK？ もちろん。パニコとの話を終えると私の携帯が鳴り、画面を見るとマサシからでした。マサシにもいろいろと報告してった。これでよし。翌日を迎え、意気揚々と会議に向かうユミさんを見送り、私とパニコはいよいよ作戦を決行することにしました。今後は我が社と。会議中に失礼します。何、今は会議中よ。早く出て行きなさい。私はあなたを呼んだ覚えなんてな。あなたには呼ばれていません。僕が呼びました。戸田社長がですか？はい、パニコさんと弟、そして弟のフィアンセに迷惑をかけている社員がお宅の会社にいると聞きましたので。なんですって？和志さんの発言で場は一気に凍りつきました。そうです、実はこの多田和志さんは。そうだろ、マサシ、スズさん。和志さんの合図で会議室に入りました。その通りだよ兄さん。ユミさん顔面蒼白。これは一体うちの誰がご迷惑をおかけしたのでしょうか。全くけしからん。大事な多田所長のご身内に迷惑をかけるだなんて。一体誰がそんな。山本由美係長、随分とふざけたことをしてくれましたね。やばい。山本くん、君はなんということ。なんとか言いとまえ。そんなことは言いがかりで、私は何もしてません。ユミさんしだろまだろ。でもね、パニコが昨日の動画をスクリーンに上映。うなぎ屋さんでユミさんが私の肝水やうな重を横取りして、猛獣のごとく食べあさり、さらにお会計をせずにマサシに支払わせるってシーンです。いつの間に。私を敵に回した時点であんた終わってんのよ。私を誰だと思ってんの。パニケのパニコよ。いしし。どうやらパニコの身内の中でとんでもなく顔が広い人がいるみたいでね。うなぎ屋さんの店主となんちゃらクラブって変わった名前のクラブで一緒に活動してるってことで、店内にカメラを何台も設置させてもらってあったの。社長、どうです、この応募っぷり。なんだこれは。まだまだありますよ。そう言ってパニコが次に映し出したのは、既婚者であるはずの部長とユミさんが仲良く腕を組んでレストランに入っていく様子。これはやっぱりパニコの身内の探偵やってる人が撮ってくれたの。レストランの店内では会社の金をどうやってちょろまかして自分たちの遊びに使おうかって会話内容まで入っていました。さらにレストランを出た後で高級ブランドバッグを買うってシーンまで、もちろん会社の金でね。さらに映像の中で2人はユミさんのアパートへ。もう社長は顔面蒼白、部長は油汗をかいてあたふた、ユミさんは泣き叫び出しました。やあ、
見ないで。うわ、おい、止めろ、早く止めろ。部長の奥様とユミさんのご両親にはすでに同じ映像をご覧いただいておりますので。さて、どうしますか社長。すみません、こんなふざけた社員がいたとは。これは一体どういうことなんだ。貴様ら覚悟しろ、即刻クビだ。しかしここで二人は罪のなすりつけ合いを始めたの。違います。私、部長から一方的に好意を寄せられ、断ってたのにしつこくて、それで私は仕方なく。なんだと、お前が誘ってきたんじゃないか。会社の金の使い道だって、お前がほとんどブランド物に使っただろう。うるさいわね、この無能野郎。大して給料もらってないんだから、金の横領ぐらいやらせないと付き合ってらんないのよ。この人出なしの恩知らずめ。お前こそ俺が書類偽造してやらなかったら、係長にすらなれなかった無能なくせに。黙れ、いい加減にしろ。社長、この二人を処分していただかないと、うちは今後取引は行えませんので。もちろんですとも、分かっております。おい、警備員を呼べ。この二人を今すぐつまみ出せ。こうして最悪な会議は無事に終わりました。その後二人は洗いざらい調べ上げられ、もちろんクビ。さらに現在は会社に損害を与えた慰謝料やら使い込んだ金やらを請求され、生活苦に陥っているそうです。部長は離婚で慰謝料もかなり取られたみたいで、今や寝る間も惜しんでアルバイト。由美さんの方もご両親に田舎に連れ戻され、親戚の方がやっているという山の開拓員として毎日手掘りで開墾作業だそうですよ。こちらも一生かけて借金返済でしょうね。ま、自業自得ですね。一方私はというと、今日はパニコと作戦成功のお祝い会。スズの彼氏のお兄さんがうちの会社の取引先とはね、悪いことってできないもんよね。ほんとね、盛大に仕返してきてスカッとした。パニコありがとね。いいってことよ、ならぬものはなりませぬよ。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。